日本とグアテマラの関係では、日本とグアテマラの関係について外説する。中日グアテマラ大使館を示すプレートグアテマラに、最初に渡った日本人としては、1870年代、岩手県出身のや、守公兵がアンティグア市において、写真業を営み、日本の最も古いグアテマラ移民として、また、グアテマラの初期の写真家として、貴重な記録を多数残している。 その後1893年にはハワイでの労働契約を終えた日本人132名がグアテマラに移住したが、これはラテンアメリカ最初の組織移住と言われている1897年のメキシコチアパス州の江ノ本移民に先立つこと四年であった。その後これらの移住者たちは劣悪な労働条件等に悩まされ、メキシコに逃れたものもあり、後続の移住者もなかったため、 グアテマラ移住はそれ以上の進展を遂げることはなかった。1935年2月20日に正式に外交関係が樹立される。当初は他の中米諸国同様に在メキシコ日本帝国公使館が在グアテマラ日本帝国公使館を兼轄した。一方でグアテマラは在中華民国グアテマラ大使館が日本を兼轄。 しかし1941年12月9日、第二次世界大戦によりグアテマラは大日本帝国に対して戦線布告。大規模な軍事衝突はなかったものの、ここで外交関係は一時途絶した。戦後の1954年9月23日には、グアテマラがサンフランシスコ平和条約を批准して国交が回復すると、1955年7月1日には、 在メキシコ日本国大使館の喧活として、在グアテマラ日本国公使館が復活した。1964年3月20日には、公使館が大使館へと昇格し、1967年1月27日には、在グアテマラ日本国大使館実館が開設して、喧活が解消された。一方、日本に、 中日グアテマラ大使館が開設されたのは1964年であった。2018年には標高3000メートルを超える活火山、フエゴ山で大規模噴火が発生した。火山灰等を含んだ噴煙は海抜1万メートル以上まで吹き上げ、火山灰はフエゴ山から40キロメートル離れた首都グアテマラシティでも観測。これにより、同市にある ラウロラ国際空港が閉鎖されて、国外との往来はストップし莫大な経済損失が発生。さらには火災流が周辺の集落を直撃し、最終的には死者113人、行方不明者332人を出した。これは過去100年のグアテマラの火山災害で最も深刻なもので、これを受け、日本政府はグアテマラに緊急支援を実施している。 日本とグアテマラは断交した第二次世界大戦時を除き一貫して友好関係にある。2001年5月にはグアテマラ大統領アルフォンソ・ポルティージョが訪日し、当時の総理大臣小泉純一郎と首脳会談を実施、関係強化が図られた。2005年8月には日本、中米首脳会談のため大統領オスカルベル氏が訪日。 続く2010年10月には大統領アルバロコロンが訪日して当時内閣総理大臣を務めていたカンラオトと首脳会談を実施し日本とグアテマラの外交関係75周年が祝われたほか日本の常任理事国参入をグアテマラは支持した2019年には即位の礼に際して訪日した大統領ジミー・モラレスが安倍晋三と首脳会談を実施し グアテマラ側から日本の経済的な支援について感謝の意が述べられている。一方、日本側は総理大臣のグアテマラ訪問は実施したことがない。しかし、新たな大統領の就任式には、ほとんどの場合特派大使を派遣するなど友好関係をアピールしている。1991年、ホルヘセラのエリアスの大統領就任式には、オブチ・ケイゾーが、 1996年、アルバロ・アルズの大統領就任式には、山口鶴岡2000年、アルフォンソ・ポルティージョの大統領就任式には、大ー美ミ夫が2004年、オスカル・ベルシェの大統領就任式には、森山・真由美が2008年、アルバロ・コロンの大統領就任式には、山口・康明が2012年、オット・オペレス・モリーナの大統領就任式には、 外務副大臣の山根隆二が2020年のアレハンドロ・ジャマティの大統領就任式には再び山口康明が特派大使として派遣されている。2018年までの日本のグアテマラ援助実績は1100億円を超えており主要なグアテマラ開発援助国である。主な ODA は第2の都市ケツァルテ南ンにおける給水システムの構築、改善や 地下水の開発、地方の浄水場の整備など、水にまつわる支援が多い。また、グアテマラは、ハリケーン、火山、地震などの災害大国であり、日本はグアテマラに緊急援助を行った経験も、多い。そのことから、防災面では緊密な連携が取られており、技術提供も数多く実施されてきた。2011年の東日本大震災の際に、グアテマラ政府は、 レトルトハンバーグ、飲料水、栄養剤10万人分を供用した。その他、2004年には日本の支援で国立プエルトバリオス病院が建設された。貿易では、グアテマラの2018年対日輸出は114億円に、対し対日輸入264億円と、グアテマラ側の大幅な赤字となっている。輸出品は主にコーヒー、ごま、フルーツ、 カルダモン、バナナなどであり、特にコーヒーは2017年には日本に3万トンを輸出。日本にとっては、ブラジル、ベトナム、コロンビア、インドネシアに次ぐ、第5位のコーヒー輸入国となるなど、重要な供給国である。ごマに関しても、日本は99%を輸入に頼っているが、そのうちグアテマラは、パラグアイ、ナイジェリア、ミャンマー、タンザニア、スーダン、 ブルキナファソなどと並ぶ主要な供給国である。一方で日本は鉄鋼や自動車を輸出している。科学技術面でも協力関係にある。2020年4月にはグアテマラ発の超小型人工衛星ケツァルイチが宇宙へ飛び立ったが、射出が実施されたのは国際宇宙ステーションの日本実験旨希望からであった。また開発の段階から、 宇宙航空研究開発機構による協力を受けていた。グアテマラにかつて栄えたマヤ文明は日本で人気を博しており、マヤ文明展などが様々な博物館で開かれている。このように考古学的な交流があり、マヤ文明関連を研究する日本人としては、マヤ文字、マヤ書語を研究する安木加穂。 グアテマラのアグアテ解析とセーバル遺跡を調査した青山和夫などがいる。一方、グアテマラでは国立産カルロス大学などで日本語教育が行われているほか、若者を中心に日本のポップカルチャーが浸透しつつある。また、両国ともに野球が人気スポーツという特徴がある。そのことから、グアテマラの野球界では日本人の安井大介が活躍している。さらに、 サッカーも両国共通の人気スポーツであり、グアテマラのサッカー界では日本人の今井祐介とマセ修一がプレーした経験を持つ。ありがとうございます。